皆さんこんばんは。すぐそこに宿り着あるんですが、気づいてません。盛り上がってる時に注意しましょう。こんなに近くに次の宿りにあるとは思わなかったんですよね。継承補給室に失敗してバッドエンドになった原因はこの雪山です。霧の壁もよく見えるわね。フィンの血影も揃わないうちにボス倒しちゃったので、それの原因でしょうね。氷アーマー使う嫌な敵ですよ。赤い霧の中ってこと忘れちゃいそう。まあこいつはまともに戦うより崖に落とした方が早いです。勝手に崖下に落ちます。うまく飛び越えることもあるので注意が必要ですけどね。また落ちましたよ。ちょっと待って。いや、待ったら落ちるから。
を急ぎましょう。下から行きますかね。綺麗だけど。あなたに任せるわ。あのはしご、さすがに届かないわよね。この狭さじゃ不利よ。オーケー。せい。再生力の使いすぎに気をつけて。やるわね。何かしら。中身は何だろうね。片手剣です。片手剣カテゴリーでは一番火力が出る武器ですね。あなた結構頼りになるのね。火力がある代わりに弱攻撃の振りが少し遅くなってます。よく見てるじゃない。全力で行くわ。
えるものは使わないとね。また血影の記憶を一気に見ますよ。ニコラ何してるの？剣術の練習。僕はファイトになるんだ。へえ、面白そう。じゃあ私が相手してあげる。ミヤは強いからな。この悪ガキども向こうへ行きなさい。ニコラ大丈夫？うん、大丈夫だよ。でもまたミヤに助けられちゃった。もっと強くなるよ。強くなっていつか僕がミヤを守るんだ。君は蘇ったんだ。これはとてもラッキーなことなんだよ。ミヤは大丈夫。我々がきっと蘇らせてみせる。約束するよ。ニコラの検査結果ですが、やはり継承者の適性があったようです。継承者？しかし数値的にさほど高くないな。まずまずといったところか。はい、あとは本人次第といったところですね。ではもうボス行きます。現在のステータスはこんな感じ。まあレベルとかお見せしてもあまり意味はないんですけどね。安心して降りられますね。お待ちしていました。韓流のとこにリオちゃん連れてくと何か反応あるかなと思ったんですけど、何のコメントもないようです。なんかしょぼく見えるので中ボスの門番かなと思ったら、あれが継承者らしい。あれが継承者。いや、ニコラ、ミア、
負けないよ。暴走する自分と戦い続けていたのか。なんてやつだ。今まで気づかなくてごめん。今お姉ちゃんが行くから。お疲れ様。守られていたのは私だったんだ。ごめんね、ニコラ。大丈夫、私は大丈夫だから。残念だけど、それは誰にもわからないんだ。中には目を覚まさない人もいる。そっか。
いいか、お前はまだ子供だ。そんなの関係ない。継承者になってミアを守るんだ。だってミアが目を覚ました時にこの世界がなくなってたら困るでしょう。ミア、そろそろ起きたかな。元気にしてるといいな。僕も頑張るから。早く元気になってね。いや、本当に良かった。無事に目が覚めて、それにいっぱい仲間ができたみたいで安心したよ。全部ニコラのおかげ。あなたがそばにいてくれたから、ここで戦い続けてくれたから、今の私がいる。あなたは守ってくれた。私を守り、私を強くしてくれた。この上、何を望めばいいの？いや、ニコラ・カルンシュタイン、あなたはナイトになったのよ。誰よりも立派で素敵な騎士様、大好きよ。うん僕もミアが大好き。ここでなんで選択しないのってなってます。これでもうバッドエンド確定です。本当にありがとうございました。探索状況でエンディングが変わるという大事なことは公式ブログじゃなくてゲーム中で説明してくださいね。ありがとう。
ありがとうね、ニコラ。あなたたちにどう感謝したらいいのか。なのに人に与えられるものを持ち合わせていないのね、私は。欲を言えば一緒に来てくれと頼みたいところだが、あの子がくれた命、どう使うかはあんたの自由だ。それでいいよな。ニコラがくれた命、私は他の継承者もあなたのように必死に自分自身と戦っているのかもしれない。ここで立ち止まるわけにはいかない。そうだよね、ニコラ。お姉ちゃん、行ってくるね。まあ話としてはこっちの方が綺麗にまとまってると思うんですけどね。何でも生き返らせればいいってもんじゃない。とはいえバッドエンドが超手抜きエンディングだったので仕方なく2周目やってますよ。エンディングで頭に来たのすごく珍しいかも。気を引き締め、あれはバッドエンドじゃなくダブルエンドです。栄光の架け橋かける忘れちゃってます。この装備で攻めると攻撃力が 1.4 倍になる。効果時間が90秒になるのがもう絶対に使うべき強化魔法なんですけどね。まあ使わなくても必要だけどさっさと終わらせたい。やり直すのにも時間かかったよ。私もそんなに暇ではない。こんなことって。ミア。ほら、ずいぶん大きくなったのね。姿はこのままか。でもこっちの方が強いよ。弟が鎧の体にどっかで見たことある話だね。あなたたちにどう感謝したらいいのか。なのに人に与えられるものを持ち合わせていないのね、私は。何かお礼をしたいけどこんな姿じゃ。欲を言えば一緒に来てくれと頼みたいところだが、ようやく本当の家族と再会できたんだ。邪魔するわけにはいかないだろ。
それでいいよな。行っちゃったね。うん、私は ニコラ、他の継承者もあなたのように必死に自分自身と戦っているのかもしれない。ここで立ち止まるわけにはいかない、そう思うんだ。行ってらっしゃい、ニコラ。僕は大丈夫。みんなからたくさんの元気をもらったから。ここでいい子にお留守番してる。お姉ちゃん、行ってくるね。これがないせいで大土が完全な死に武器になってたんですよね。あれ、どうしたの？何か忘れ物？僕にもみんなに協力できることがあるといいんだけど。そうだ、また特訓しようよ。昔みたいに。この姿ならミアにも負けない気がする。ダメに決まってるじゃない。何かあったらどうするのよ。ニコラはおとなしくしてて。なんだ、残念。いざという時のために一人で特訓してようかな。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。サポートは任せて。